皆さんこんにちは。文具メーカーのファインブック企画担当の芋大観です。変な名前ですけど気にしないでください。今日はバレットジャーナルについてお話したいと思います。まずバレットジャーナルを始めたいけど文字やイラストをうまく書けない、レイアウトが難しい、自分に合った手帳ができないという方にマスキングシールを使って簡単で綺麗に自分だけのオリジナル手帳が作ることができるファインブックで発売中のマイジャーナルを使ってバレットジャーナルを作っていこうと思います。今使用しているのがマイジャーナルシリーズのキーページに使えるマスキングシールです。マスキング素材なので貼って剥がせるので間違って貼ってしまっても貼り直しができるので便利です。キーページ今作っていっているのですが、キーページ知っている方もいるかとは思うのですが、簡単に説明しますと、やることなどの項目を書いている横に分かりやすくアイコンをつけることによって、その項目の進捗が一目で分かるようにするためのアイコンを決めて記録しておくページのことです。今回はお仕事とプライベートに分けてアイコンを貼っていきます。全部のシールを使ってもいいですし、必要と思うものだけチョイスして貼っても OK です。こちらはマイジャーナルシリーズのフューチャーログのマスキングシールです。1日が、日曜日始まり、1日が月曜日始まりとあるのですが、こちらですね、使い方としては使う月と曜日ですね、合わせることによってどの月からでも使用できるようになっている、とても便利なマスキングシールです。フューチャーログの、ページなのですが、何を書き込むページかと言いますと、1年間の目標や誕生日、大まかなスケジュールとか目標を書き込むページとなっています。まずタイトルシールを貼っていきます。線は適当に引いています。見開きで今回は半年間分を作っていこうかなと思います。で、月名シールを貼っていきます。来年の2021年の1月は金曜日始まりなので、この金曜日始まりのシールを貼って、他の月も、曜日に合わせて、月と曜日を合わせて貼っていきます。今貼っているのは祝日だけポイントシールを貼って分かりやすいように自分でアレンジして作っています。こちらのポイントシールもフューチャーログのシールにセットになっています。いらない日にちを消してOK です。大まかなこちらのようにスケジュール、お父さんやお母さんの誕生日、友達の誕生日だったり出張だったり、その他の行事のことを大まかに決まっているものだったり目標だったりを書き込んでいきます。こちらで完成です。こちらはマイジャーナルシリーズの扉ページで使うマスキングシールです。ペタペタと貼るだけで簡単に可愛くておしゃれなページが作れます。今回は手書きフォントで可愛いハンディタイプの扉シールを使っていきます。飾りもついているのでこちらだけで完成できます。質があまり良くないので見づらいと思うのですがすみません。今回使用しているノートはドット方眼になっていて、ページ数も印刷されているのでバレットジャーナル作りにおすすめなノートです。ドット方眼なのでデザインの邪魔をすることがなくて、また字を書くときとかこうやってマスキングシールを貼るときに位置が分かりやすいので使いやすいです。ちなみにこのノートもファインブックで発売しています。
シールには飾りもついているので、そのシールでデコって完成です。こちらのマイジャーナルシリーズ3点を使ってデイリーページを作っていこうと思います。すべて手書きフォントで可愛いハンディタイプの文字になっています。こちらが日付シール、次に曜日シール、そして最後に月名シール。この3点を使ってデイリーページを作っていこうと思います。まず線を引いていきます。今回は1ページに4個、見開きで8個のマスを作っていきます。1週間分で7マスでいいっていう方は1マスをトゥードゥだったりメモ欄にして自由に使っていいと思います。もちろん1日1ページでもいいですし、1ページ2マス2段に分けても OK。 好きなレイアウトで作れるのがバレットジャーナルの魅力でもあります。ちなみに使用しているペンはフリクションを使っています。引きすぎてはみ出しちゃったなと思っても消せるので、気軽に使えるので使ってます。おすすめです。月面シールを貼っていこうかなと思います。引いたマス目の下の線に合わせて貼ると綺麗に貼れます。次に日付シールを貼っていきます。このようにマス目の角にシールの角を合わせて貼ってあげると綺麗に貼れます。そして最後に曜日シール、こちらも同様に貼っていきます。ちなみにこのフォント以外にもカリグラフィーとベーシックとありますので、お好きなフォントで自分好みに作ってみてください。今回は1マスをトゥードゥにしています。このように1週間のトゥードゥをまとめて書いています。デコレーションをして自分好みに作ってみてくださいね。また次回の動画もお楽しみに。